はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、カウッキャナイトということでね、今日はね、あのワイパーブレードのご紹介です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、まあワイパーをね、高級ワイパーですよ、キンブレードさんのね、あの高級ワイパーということでね、ワイパーの中にね、もう撥水加工のね中入ってるみたいで、まあちょっと値段の方はね張るんですけど、これちょっとおすすめなんでね、ちょっと今から開けてみようと思います。いやー、結構ね、今ついてるワイパーがね、もうだいぶ劣化してきてね、ちょうど良かったなということで、キュッ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 結構鳴るんですよね。あのフィット乗ってる方、あの皆さんよくご存知と思うんですけど、ワイパーがねキュッ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 鳴るんですよ。オープンてってれー、やたらプチプチが多いですね。おお、赤いワイパーブレード、赤い水性シャアやな、これ。はい、これね、赤かったですよね。ほら、こんな感じ。キンブレードさんのねワイパーの特徴的なのは、これシリコン製らしいですね。結構ほら柔らかいんです、触った感じね。で、この先っちょがこれ磨くとこですかね。ここに撥水剤がね、塗布されてるということですね。これすごいなんかこうグニョグニョで、こちら本体ですね。開封してみましょう。オープンてってれー。おー、なんか重厚感あるけど、これ結構軽いんです。なんかしなる、弓なりのしなる感じですね。これ先の方にね、ブランド名が入ってます、キンブレード。短いのと長いのが入ってましたね。いや、気がつかなかったんですけど、こっち短いんですね、フィットってね。で、こっちのワイパーが長いと。知らんかった。両方同じ長さだと思ってました。とりあえず外していきましょう。これどうやって外すの？ワイパーね、結構簡単です、取るの。下につまみがあって、それを押し込んで下にスライドすると。ほら、簡単に取れた。こんな簡単に取れるんですね。いや、こうやってね、見比べると、キンブレードさんの方がかっこいいっすかね。黒いのがね、最初からついてました。で、これ予備ですかね。この最初からついてるのとね、この赤いやつと、なんかちょっと差があるんですかね。デザインだけの差ですかね。まずね、これ分解できるんですね。パーツをまず外して、で、この両サイドにね、つまみがあるので、ここを押し込んで、グリッと開けると。で、ここにね、この先っちょを差し込む感じですね。グイッとグイッとパチッと、はい、取り付け簡単。今ね、ちょっと小雨が降ってきたんですけど、ちょっと、フロントガラス濡らして一回ワイパー使ってみましょう。これね、夏こう霧吹きに、ね、なるんですよね。ではね、ちょっとワイパー動かしてみます。これ伝わるかな。おお、一発綺麗。あ、音もこれどうですか。なんかグングングンっていう音はね聞こえるんですけど、前ね結構ちょっとビビリ音がね鳴ってたことがあったんですね。結構ね、フィットのガラスってね、結構意外と湾曲しててね、引っかかりがよく、あったんですけど、うん、このワイパーは今のところ、やっぱシリコン素材っていうのが柔らかくていいんですかね。ゴムじゃないよ、ということで柔らかいみたいですね。
うまい具合にね雨が降ってきたので、ちょっとドライブしてみましょう。ワイパーオン。おお、ハイスピードカメラでね今撮ってみました。ものすごいですね、スピードカメラ、スローモーションカメラってすごいんですね。こんな綺麗に撮れるんだなと。拭き取りのね、様子がこれで伺えると思うんですけども、いかがでしょうかね。いや、このキンブレードのね、ワイパーは動かすだけでね、撥水剤を塗布できるシリコン剤ハイパフォーマンスワイパーですね。結構ね、耐久性がいいみたいですね。シリコン剤でできてるということで、強力な構造の高品質ラバーブレードを使用しているということなんですね。普通のね、ワイパーブレードはね、ゴムでできてるみたいなんですが、シリコンでできてると。それにだいぶね、耐久性とキュッ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 ね、する音を、制限してるということらしいですね。使用中にね、撥水剤が、塗布するので、ガラス面にね、常にコーティングされてるという感じですね。今ね、ちょうど梅雨の時期なんですけど、本当にね、これもう塗り忘れしなくてもね、常に撥水してくれるということでいいと思いますよ。で、シリコンラバーはね、紫外線やオゾン層に強い素材らしいですね。なのでね、長時間太陽光に当たってもね、劣化しないということですね。お好みのね、カラーが選べるということで、今はね、最初からついてた黒色してるんですけど、これセットで入ってた赤と黄色とピンク、ピンクもあるんですね。で、なんといってもね、これ取り付けが簡単でしたよね。説明書もね、入ってたんで、これね、誰でも簡単にできると思います。ちょっとね、いつもと画角を変えて、今、運転の方しております。いやー、ちょうどね、この撮影の、この雨の時にね、商品が届いて、ちょうど良かったですね。やっぱりね、ワイパーはね、綺麗にしておくとね、やっぱ事故率もだいぶ減ると思いますね。特にね、夜とかはこのガラス面にね、水滴が残っちゃうと本当にね、事故の原因とかになっちゃいますもんね。ライトの跳ね返りとかね、乱反射がありますからね。いや、しかしね、ワイパーってね、私あんまりね、進化しないものだなと思ってたんですけど、こういうね、なんか撥水剤がね、最初からこう仕込まれてるというか、ワイパーブレードの中にね、これ塗布されてるということでね、こんな便利な商品もあるんですよね。ちなみにね、今運転しているのは、フィットハイブリッドでございます。来年ね、車検ということで、もう5年乗っておりますね。やっぱりね、5年ぐらい乗るとワイパーね、2回ぐらいですかね、2回ぐらい変えたと思うんですけど、キンブレードさんのね、ワイパーは耐久性がね、やっぱすごいいいということで、シリコン剤らしいんですね。なので買うときはね、ちょっと高いんですけど、高級ワイパーですよね。なんですけど、長持ちするということで、持続性があるらしいですね。安いワイパーを何回も変えてもいいんですけど、いいワイパーをね、1回変えてずっと使うっていうのも、経済的じゃないかなと思います。私ね、車の試乗動画レビュー以外に、たまにね、こういった車の便利グッズ、紹介してますので、ご参考にね、してください。はい、どうでしたかね。撥水加工もね、ついて、めんどくさがり屋の私なんかにちょうどいい感じでしたね。キンブレードさんのね、ワイパーは、詳しくは、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、キンブレードのワイパーを使ってみたでした。じゃあね、ボーイシュ。